上原浩二の雑談魂、雑談魂。さて上原さん、はい、なんかいつもと雰囲気違いますね。いろいろちょっとかしこまるね。ね、もう素晴らしい綺麗なところで撮影させてもらって、はい、ちょっとかしこまるわ今日。本当にね素敵な場所をちょっと使わせていただいていて、はい、ホテルヒューイット甲子園さんで、はいはい、今日は撮影をしています。はいね、ゲストマネちゃんが会いたいって言ってた人じゃない？いやそうですね。いやあのちょっと本当に緊張してます。マジで。結構はい、なんか。なんですかね、あの子どもの時の気持ちに戻るというか、まあ、大学生の時の小自分を思い出してドキドキドキって感じ。もういつからこの今日のゲストをあの憧れっていうか。あでも高校生の時からですかね。かっこいいってやっぱりあの大学だらだよ、はい、わいいな行きたいな同じ大学に行きたいなっていうようなこう憧れを受けたのその大学は。結果受けなかったんですけど。受けなかったんだ。そうなんですよ、日程が合わず受けられず、はいはいはい、もう憧れの方ですね。じゃあ紹介して。はい、ご紹介します。鳥谷隆さんです。いやもうよろしくお願いします。かっこいいですねすみません、なんかあのこんな、いやもうごめんなさい、ご本人を目の前にねなんか言うのもちょっと本当にすみません。いや本当にかっこいい。そう言われてどう？ちょっと怖いですどうしよう、怖がられちゃった。どうしようどうしよう。いやもう上原さんと鳥谷さんは どのぐらいのお付き合いですか？お付き合いっていうか別にね食事行ったりとかってする中ではないので、うんうん、あの巨人阪神のってい もうライバルです、ね、いやまあそうですよね、はい、上原さんにどんな印象をお持ちですか？いやあのプロ入った開幕戦、はい、上原さんと対戦したんですよ、うん、そうだね、でコテンパにやられてね、プロ野球人生始まったみたいな。ああ、そうだった。じゃあちょっとクソーみたいな。いやちょっとゴルフ打てないなみたいな感じで、でその後前田さんが出てきて、はい、でヒット打って初ヒット打ったんですよ。そうだったんですね、はい。なんかいいですね。記憶に残ってるってことで嬉しいよ。ね。ね、ご経歴からまず。いやいやもうすごい。見ていきましょうか。うん、はい。高校が聖望学園。はい。はい。今年甲子園出ましたよ。そうですね。はい、で聖望学園あの鳥谷さん3年生の夏に学校として初めて甲子園に出演したと、うん、そう出てるんだ、はい、そして、はい、早稲田大学。そうですね、はい、もうこれは有名ですよね。いやしかもスポーツ推薦の第1号なんですよね。そうですね、はい、うん、全国から全部のスポーツで20名ぐらいですかね。で野球部2人の中の1人に選ばれて。早稲田自体がスポーツ推薦を取ってなかったってこと？あの野球で言えばもう甲子園ベスト8とか、うん、結構この厳しいあれがあったんですけど、うん、まあ、基準っていうのが、はい、それがまあなしでスポーツを盛り上げるっていうことで20人っていうのを枠を設けて、うん、まあ、その最初の、はい、時ですね。すごいね。なんか鳥谷さんの一つ上の和田剛さんが、ね、うん、はい、あのベスト8、甲子園ベスト8の浜田高校になったから、それで早稲田ですよね、はいはい、 ね、はい、お、いやその当時だって早稲田のメンバーとかもすごかったでしょ。すごかったですね上原さん、黄金時代ですよ、ね、早稲田の。本当にすごかったんですよ。なんでそんな興奮してるの本当に。何なんだよ。いやもう早稲田への憧れが。何、大阪体育大学って全盛期はねえよねえよ。いやもうあの頃の早稲田はやっぱり憧れてる人多かったんじゃないですか。いやだってメンバー今見たけど、はい、すごいね。そうですよ、一つ上に和田剛さんがいて、うん、はい、で鳥谷さんの同期が4人プロ野球選手になってるんですよね。ほー、4人も、うん、そうなんですよ。そりゃ勝つよ、ずるいわ。だから、まあ、そのよ自分が3年生の時に出てたメンバーはもう1番から6番まで全員プロです。ほほほ、まあ、下の学年の青山学院みたいな、ね、井口さんの時代の、ね、あ確かに確かに確かに、ほぼプロみたいなね、うん、だその時の、まあ、同級生が、青木宣親さん、うん、お前青木、それからねカープに行った比嘉俊光さんと、はい、オリックスに行った吉田慎太郎さん、はいはい、そして鳥谷さん。もう楽しくてしょうがなかったね大学の。もうやったら勝つでしょ。勝ってましたね。もう朝が投げたら社会人とやっても勝ってたので。おでも選手権とかあそこら辺は勝てなかったですね。アジア、キサヌキさん、長川さんのアジアに負けてとか。 あの時アジアも強かったもんね。強かったですね。もうその2人がもうめちゃくちゃ良かったんで。いや鳥谷さんが卒業された後に、はい、私はあの大学東京来て、うん、で東出身にずっとこう見て通ってたんですけど、うん、まだだから私が1年生の頃はその鳥谷さんたちがいたこう残りががある感じの早稲田。残りが、残りがそれ吸いに行ってたもう胸いっぱい吸いました。あ鳥谷の匂いだみたいないや そういうことじゃなくて怖い
危ねえよ。もう怖いって言うよ。すいません、もういいんです、私変態なんで、はい、いいんです、いいんです。やっぱりその強い早稲田のこうイズムがこうすごくこう残っているというか、野村監督だって相当厳しかったんじゃないですか。厳しかったですね。ですよね。なんか全然こうなんか練習中救急車来ることとかあったとかって聞きました。練習中めちゃくちゃ長かったですね。本当にもういいっていうまでずっと走っとけとか、あのベースランニングをずっとやったりとか、真っ暗なのにあの心の目で見ろっつってボール回ししたりとか。どういうこと、どうやって見えんねん。危険危険、すごいですね。すこの辺まであこわみたいな感じじゃん。いやもう見えないです。いやそうなるよね、うん、絶対。私ですね、あの、うん、田中博康さん、はい、あの 1学年下、二遊間を組んでいた、はいはい、あの仲良くさせてもらっていて、はい、あの実は裏情報みたいな。そうなんですよ。おーおー、聞きました、はい、何あの鳥谷さん。P じゃない、大丈夫。いやもう、いや、ね、まあ、P でいいよ、P でもいいわ。いいですか、じゃあ行きます。聞きたい。いやもうどんな方ですかと質問しましたら、はいはい、おしゃれな人です。おしゃれってでもずっと言われるよね、俺のイメージは。言われてますね、ね。いや、それはもちろんその服装とかスタイリッシュなイメージあるんですけど、あの、まあ、学生時代に田中博康さんと鳥谷さん二遊間を組んでいて、うん、博康さん1年生の時は3年間だから組んでたんですよね、はい、一緒に。で、二遊間のそのポジショニングをどうしますかという話をすると、いつもセンスでいこうって返してたそうです。無責任ですね。めちゃくちゃ無責任。で、 いやでも多分このセンス話結構有名で、私別の早稲田の方からも聞いたことあったんですよ、はい、鳥谷さんはポジショニングセンスだって、センスで行こうっていつも言ってた。アドバイスとして、いやセンスで行こうぜって。それは記憶にある？ほとんど記憶にないですね。記憶にないんだ。セカンドのポジション聞かれても、まあ、正直分かんないじゃないですか。こっちから見ても分かんないんで、だからもう自分で考えてってことを、自分で考えてって言ったら多分ちょっと角が立つから、うんうん、センスでって言ってたと思う。多分結果それがすごくおしゃれになるっていう。でもう一つ、うん、あのエピソードいただいておりまして、でそのおしゃれつながりで、おしゃれつながり、はい、おしゃれといえば、あの広安さんがあのファームコーチをしていた時代に、はいはい、まあ、横須賀まで鳥谷さんが来たと、はいはい、その時なんとクラシックカーで来た。お、横須賀湘南エリアの雰囲気にマッチしていて、めちゃくちゃかっこよかったですと、はい、なんでそんなおしゃれなんですか。いや、それがおしゃれかどうかちょっとわかんないですけど。もうサングラスとかしてこうかっこよく運転するんですよね。かっこよくかどうかわかんないですけど、まあ、日が出てればサングラスしますし。いや、でもその全てがかっこいいに変換されてしまうっていう。そうやな、結局は慶喜とそういう雰囲気なんかな。かっこよく全部なるってことでしょ。あ、まあそうですね。しかも早慶で、早稲田と慶応。あ、だから早稲田と慶応俺はライバル視するんだよ。上原さん、早慶って出すとすごい途端に不機嫌になるんですいつも。納得いかん。拗ねないでください。拗ねるわ。拗ねないでください。そしてね、鳥谷さんは阪神に、まあ、ドラ1で入団をされて以降、はい、まあ、不動のショートとしての、ね、ご活躍ももちろんね、皆さん知ってますよね。うん、阪神の凄さとヤバさ。凄さとヤバさ。なかなかもう紙一重やん、それ。なんかあのすみません、私こんな声張り上げて、うん、凄さとヤバさって言った後に凄さとヤバさってこうなんかこう冷静に話すとすごい恥ずかしくなるな。なんか恥ずかしい。いや、おしゃれでしょ。おしゃれなんだ。なんかやっぱり違うんだよな、私の言い方と。阪神の凄さどう？やっぱメディアはやっぱすごいですね。あ、メディアか。聞くぐらいとんでもないの起きたなと思って、朝も昔って散歩あったじゃないですか、外散歩したら朝起きた時から記者 5,6 人ずっとついて歩いたりとかしてたんで、一緒に散歩してたんですか、なんだこれはと思いながら。まあロッテ行ったじゃないですか。ロッテ行ってより感じましたね、まあ、その環境が当たり前だったので。ロッテ行って最初、まあ、2軍に合流したんですけど、2軍のグラウンドで最初も各社1人で6人ぐらい来てて、はい、で次の日からもうゼロですね。ロッテで結構大量にコロナが出た時に、まあ、2軍に合流するじゃないですか、合流したとか1軍に合流するかっていうのも全部広報が発信しないと記事にならないんですよ、ね、そうです。だから入れ替えとかも言わなかったら多分気づかれないです。あ、阪神とかだったら怪我したから2軍に行ったんじゃないかとか、明日から2軍行くかもって、まあ、本人が知るよりも先に新聞に見たら鳥谷2軍行きみたいな、あれ2軍行きって朝
行ったら呼ばれて二軍行きだったとかいうこともあるんですか？全然あるんですよ。新聞で知るっていう先にっていうこともあるぐらいが阪神なんですけど、デイリースポーツすごいですもんね、やっぱり、ね、勝っても負けても5面ぐらいまで阪神でしょ。そう、阪神情報関西のもう全然別の新聞みたいな感じなので、うん、もう勝っても負けても逆に記事の多分範囲っていうのは決まってるから、うん、負けたら誰のせいで負けたとかっていう記事になるので、そこはきついですよね。もう決まってるので、まあ、3面までもう阪神のネタですよって決まってれば、負けても3面まで阪神のネタなので、いや、まあ、このプレーのせいでこうなったみたいなのは出やすいと思う。阪神ファンとかってやっぱイメージが怖いとか、いや、すごいですよね。言葉がやっぱりその関東にいたら聞き慣れない言葉がより強く感じますし、なんか知り合いなのかなって思うぐらい近いし。どういう声かけられるんですか？いや、なんか普通に街とかでも、おー、鳥谷みたいな感じ言われたら知り合いと思うじゃないですか、関東の人からしたら、はい、あ、この人知り合い、あれ知らないなみたいな。それなんで返すんですか？あ、どっかだったかなって、まあ時間、うん、一瞬考えて違うなこれって思ったって言って、おばちゃんとかすげえ触ってくるんじゃない？さっきそこでも階段エレベーター上がるときに、下に2人いたおばちゃんが、何って言うから、あれ違うかなと思ってパッと見たら全く知らなかった。すごい、ついさっきですもん。このホテルで、このホテルでエスカレーター上がろうとして上がって乗ってったら、この下でお茶してる人が呼んできて、パッと見て知り合いかなと思った。もう、まあ、全く知らなかったです。ホームもホームですからね、ここね、鳥谷さんにとっても。阪神で何年やったんだっけ？ね、16年やる。阪神で16年。ね、そうですよ。いや、上原さんもほら阪神ファンのお話してるじゃないですか、うん、爆竹投げられたっていう。そう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 、爆竹、うん、あのブルペンから出てくる時あれ何やったっけ、2000、俺がクローザーやってた時は2007かの時かな、あのブルペンのあの車あるやんか、はい、今カーテンついてると思うねんけど、はい、昔ついてなかったと思うねん、俺のあの爆竹でついたと思うねんな。帽子のために。そう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 。危険で、ついたと思うねんな。うん。そう、それぐらいちょっと熱いファンで。甲子園でその阪神ファンの方からやじられることっていうのもあるんですか？ありますあります。何言われるんですか？ネクストバッターサークルが一番ファンの人が近いんですよ。はい、で、ずっと鳥谷鳥谷ってずっと呼んでて、もう次打てよみたいな感じで。鳥谷って呼んでるから、うん、パッて見たら、うん、こっち向く暇があったらしっかり振っとけって言われて、えと思ってお前が呼んだよ呼んだから振り向いたのに、何回も呼んでるからあまりにもしつこかった、結構近いから聞こえてるんですよ、うん、でも聞こえないふりして振ってて、でパッて見た、えみたいな、ひどい、なんか、わー、引っかかったみたいなことですよね。多分そんな感じなんですよ。すごい。だって、ファンの方ですよね。阪神ファンですよね。いや、それは分かんないですね。まあ、結構、その球場でも、あの解説とかで、例えば行ったりしたら分かるんですけど、はい、やっぱ、周りの反応を楽しんでるおじさんとかいるんですよ。はい、まあ、おい、なんとかって、選手には聞こえてなくても、ここら辺の周りの人が、はっはっはって笑うのを楽しんでる人とかもいるので、うん、それをなんかこう、野人なのって取るのか、あ、周り楽しむ、ますためにやってるんだなっていう、あ、こういうのが聞こえたりするしてたんだなって思いましたけど、ね、あ、それはやっぱり関西人魂じゃないですか。そうやね、笑かしたいっていう、そういう気持ちがね、あるもんね。やっぱりこうね、あるもんね、上原さんもね、常にこう笑いに貪欲じゃないですか、うん、そう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 、なんか雑談魂も野球の話よりもちょっとこう笑いにこう持ってくこうネタの方が多めみたいな、うん、笑いの方がやっぱ楽しく雑談なんだから、そう、雑談しようやっていう、うん、そう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 なんですよ。だから鳥谷の常にこう笑ってるのを撮りたいわけよ今、うん、鳥谷だけにちょっと微妙でしたねじゃあ俺も言って微妙こう返されたクールにね、クールに返された、これもおしゃれなんでしょそう、全部おしゃれに見える、全部おしゃれなんですよ、うん、なんかそのもうずっとだって関東だったわけじゃないですか、はい、大学まで関西に行って、で阪神に入って感じたこう、はい、なんか文化の違いでびっくりしたことって何かありますか？やっぱ人のこの距離感の近さですよね、うん、やっぱ関東にいたら、例えばこっちが3人でいて、うん、でそのファンの人が1人でいたら絶対話しかけてこないじゃないですか。あ、うん、こっちが1人でいて、こっちが3人いたら、もしかしたら話しかけてくるかもしれないですけど、うん、こっち5人いようが6人いようが1人でも絶対喋りかけてくる、ね、そのハートはやっぱりなんかこうすごいなと思いますね。あとはもう関西とかだったら、例えば店でご飯食べてて、でこの前一緒に食べたって言われて、えっと思ったら、同じ店で食べたのがご飯一緒に食べたっていうすごい変化持ってるな
すごいシステムだなみたいな。確かに店の中にはいたんだろうけど、うん、みたいな。まあ確かに一緒にご飯食べてたっちゃ、はい、食べてたて。空間はまあ一緒ですからね。うん、確かに。いやだからその発想って関東の人ないですからね。ない。確かに。過激なファンの思い出ありますか？ファンからの贈り物？はい。おプロ入って2年目か3年目ぐらいの時に、はい、もう今でも忘れないんですけど、もう綺麗なエメラルドグリーンのパンツを送られてきたんですよ。ほう。で、女性ものだったんですね。え？で、サイズが LL だったんですね。はあ、だからこの女性ものパンツは自分に履けと思って LL のサイズを送ってきたのか、はあ、それともその人が LL サイズだったのかっていうのは未だに分かってないです。あ、じゃあここであの記憶にある方はちょっとそうですね、コメントをもらおうよ、ね、もしいらっしゃったら ね、 たね、あのコメント欄にどういう意図だったかというのを、はい、書いてください。それは使用済みとかではなかった？いや、もう普通に綺麗だったのは綺麗だったんですよ。うん、でもこのサイズ感のバランスが分かんないじゃないですか。LL で、はい、女性もので、パッ結構大きいしなと思いながら、これエメラルドグリーンでレースみたいについてるからこれ俺履けないしなとか、でもこの女性にしてはこのパンツ大きいなとか、この人のサイズ感なのかな、俺に履けってことなのかなっていうのはずっと気がかりなままプロ野球生活終わりました。気がかり長く、まだ答え出ない。長く気がかり、10年以上悩んだってことですよね。あの発色のいいエメラルドグリーンまだ覚えてます。ちなみに鳥谷さんの勝負パンツは何色ですか？勝負パンツ、やっぱり阪神だから黄色ですか？虎柄ですか？いや、勝負パンツっていう考えしたことないですね。はい、だって野球選手ってパンツ履き替えるから、うん、もうスパッツ、ね、スパッツになるから。そっか、試合の時あんまりそれはないんじゃない、みんな。なんか練習、だから野村さんがパンツ買えないとかってなんかコメントあったやんか、うん、あれは監督やから、うん、選手は多分そんなのないと思うよ。もう2回も3回も着替えるんで、うん、勝負パンツ最低でも2枚必要になるじゃないですか、うん、勝負じゃなくなってる。そうなんですよ、2つになってる。確かに、うん、そうですね。なんか活躍したスライディングパンツをなんかずっとその試合用として履いてるっていう人はいますけど、うん、もうそれもないですね。なんかそういう験担ぎみたいなことは全くないですね。まあ、なかったんだ、はい、まあま、ずっと負けたりとか、うん、全然打てなかったりとかしたらちょっと帰り道変えようかなとか、行きちょっと車道変えようかなぐらいですね。あとはあんまり何も考えてないですね。鳥谷さんっていつもこういう感じなんですか？なんかお話の仕方というか佇まいというか。ちょっと自分で自分のことずっと見てるわけじゃないんで分かんないですけどまあ基本はこんな感じですね。ちょっと大丈夫、これから崩そう。いや、崩したいんですよ。どうにか崩したいんですよ。頑張ろう、崩そう。そう、OK、上原さん、ちょっと関西人魂出してます。頑張ってください。いや、そんなにね、接点がないんだよね。確かに。いや、現役の時ってやっぱ野手やから、野手とは仲良くしないっていう俺の、うん、まあ、そうですよね、うん、食事行ったりとかも基本的にね、そうそうそう、しないっておっしゃってましたもんね。現役の時、球児とかと飯とかは行ったことあるのよ、はい、やっぱピッチャーやから、うん、対戦するわけじゃないから行けんのよ、うん、気楽に、うんうんうん、行かれへんやん。行って損すんの間違いなく俺ピッチャーやん。あ、情報が、情報じゃなくて情が入ったらまずインコースに投げれないとか絶対出てくるから。好きになっちゃったら、うん、好きになっちゃったらって言い方おかしい情が入るってそういうことじゃないですか。いや、仲良くなったりしたら当てたらあかんとかなるし、うん、絶対無理。おお、バッターはそういう感覚ないですか、ピッチャーに対して。いや、そもそもやっぱ時間のバランスが違うんで、チーム内でも野手とピッチャーってあんまり一緒に行かないですよね、うん、キャッチャーが唯一、まあ、両方行くっていうぐらいで、うん、野手とも、だから球児さんとかもほとんど行かないですね、うん、へ、鳥谷さんは誰と仲良かったんですか？年齢近かったら加納とか、あ、まあ、後輩だったら早稲田上本とか。あ、上本くん、はい、そこら辺はよく食事行ってましたけど。ちょっともう、あの、やっぱ同級生なんですよ、上本選手、うん、はい、ちょっとごめんなさい、なんかちょっとだから興奮しちゃったじゃあちょうど見に行ってたんですか？じゃあ見に行ってたんですよ。だから上本、もうすいません、もういつもの呼び方いいですか？上本くん、うん、あの、それから松本慶次郎くん、はい、生島くんとか、そこが、あの、須田くんと細山田くん、はい、そこの代が入った時にもう早稲田、これはすごいことになるぞと思って東伏見に行ったんですよ。なんかまだ新宿や渋谷に行ったことないときに、もう西武線に乗って東伏見に行って、あ、ここかって、はあ、
そんな人会ったことないですからね。もう学生の時に、ちょっと引いてるね。もう大興奮だった。俺もちょっと引いてるわ。上原さんを味方でいてください。もう大興奮だったんですよ。ごめんな。どうしよう、もう鳥谷さん、もう二度と会うことないかもしれないです、ね、私この感じだと。なんか面倒くさいやつだったな、うるさいやつだったな、みたいな。そんなことないです、全然ないです、はい、ちょっとドキドキするな。ちょっと俺も考えようかな。アシスタント考える？え、いやいや、ちょっと、やめてください。落ち着いて、落ち着いて、ちょっともう、コード、すいません、音声さんごめんなさい、本当に。